ではね、じゃあ感謝しますと、せーので言いましょうね。はい、せーの、感謝してまーす。感謝してまーす。感謝してまーす。はい、ありがとうございまーす。はい、はい、オープニング埋まりまーす、はい。せーの、ひとりさんの愛と光と楽しいを配信するオフィス花江でーす。素晴らしい。素晴らしい。ありがとうございまーす。はい。はい。ということでね、たちゃめちゃんお誕生日おめでとうございます。はい、ありがとうございます。皆さんメッセージありがとうございました。俺もなんかみんなの LINE を見て死ぬという。全然気づいてなくて、みんなの LINE を見て誕生日だったんだっていうので、ね。ありがとうございます。いや、皆さんのおかげでございます。ありがとうございます。はい。たまちゃんもなんか昨日ね、確か。あ、そう、たまちゃんの誕生日なんだよ、山口一日前でな、山口一郎ちゃんとね、おめでとうございます。皆さんありがとうございました。はい、はい、うん、ということで、はい、なんとなくまだみ、あ、なんか、あきこちゃんありがとうね。あきこちゃん、おー、今来てケーキをですね、おめでとうございます。なんか作ってきてくれました。すごい、見えるかなこれ、大丈夫、はい、うん、あ、こっちか。かわいい。はい、ねえ、これありがとう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これはみんなでちゃんといただきたいと思います。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます、はい、ということでね、はい、じゃあいいかな、ひとりさんクイズ始めるけど、はい、またなんか多分この人数だとみんななんか後からズームに入って問題を聞いていませんでした、はい、というパターンに、はいはいはい、徐々に、はい、徐々に、はい、で今いる人たち始めましょう。はい、はい、いきますよ。じゃあですね、はい、今日のひとりさんクイズ、イエーイ、イエーイ、ということですね、はい、今日ですね、はい、今日の問題もですね、はい、ノーヒントでいかせていただきたいと思いますが、はい、ある旅館でですね、はい、ひとりさんが、あるものをプレゼントして、はい、で、そこから、そのプレゼントした後から、はい、そこがその旅館で特別室、特別室って呼ばれるように、特別室って呼ばれるようになったんですけど、はい、じゃあ、その、あるもの、何をプレゼントしたかを、そのあるものを当ててもらうのが今日のひとりさんクイズです。あるものをこう、プレゼントしたら特別室って呼ばれるようになりました。はい。はい、それは、何をこうひとりさんがプレゼントしたからでしょうかって、それをね、はい、当ててもらう。ノーヒントでいきたいと思います。ノーヒント。はい、ノーヒントです、はい。はい。はい。じゃあ、皆さんどうぞ。はい。まあ、ウルフマーさん。はい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 。感謝してまーす。はい、千社札。ベンチャフだ、これは、はい、うん、違いまーす。違う、いいよ、でもすごく、はい、はい、色紙、これは、あ、違いまーす。どうぞ、どうぞ、思、ま、いつくもの言って、はい、感謝してます。感謝してます。お布団。お布団、これは違いますが、いい線いってます。おー、なかなかね、目の付けどころはいいです。はい、うん。どうぞ。さっちゃん。さっちゃん、はい。はい。感謝してまーす。座布団。これは、間違う。けど、まあ、目の付けどころはいいと思います。はい。はい。稲穂ちゃん。あ、感謝してまーす。時計。時計、これは、うん、違いますけどね、目の付けどころはいいです。お、うん、目の付けどころはいいです、すごく、うん、どうぞ、どんどん、なんとなくみんな思いついてもらう、はい、はい、じゃあうち、はい、掛け軸。掛け軸、これは、うん、違いまーす。楽しい。楽しいよね。はい、はい、招き猫。招き猫、これは違いまーす。まーさん。まーさん。枕。枕、これは違いますが、目の付けどころはいいです。目の付けどころはいいです。そうですか。ちょっとね、少しそっち方向に行くように、はい、こうしましょうかね。はい、まあ、今みんな俺が、こう、うん、いい目の付けどころって言ったのは、うん、うん、生活に関係があるかなーっていうものです。うん、なるほど。うん。そうです。だからいい線だよっていう話です。はい。はい、あー、ふーちゃんね。はい。うん。聞いたら覚えて、なんか2回も説明するの嫌って出たよ。嫌と言ってないよ。盛り下がるから。え、何ですか。まあ、そうね。じゃあね、どんどん言って。はい。ひとりさんが。そう、そう、今ね、問題の回です。はい。はい、どうぞ皆さん言ってください。あ、はい、なおちゃん。はい、コップ。
コップ、これは、うん、違うけど、でもね、なかなかいい線いってます。なかなかいい線はいってます。はい。さっちゃん。はい。急須。急須、これは、あ、あ、いや、出てない。違うけどいいよ。すごく。はい。ふーちゃん。やっぱりエロ本ですね。エロ本、これは違う。早い。はい。まゆちゃん。はい。歯ブラシ。歯ブラシ、これは違いますけど、はい。はい、あ、はい。お箸。お箸、これは違いまーす。じゃあ、テーブル、テーブル、これはすごいな。惜しくなってきました。惜しくなってきました。近づいております。はい。マーさん、ウルフマーさん。花瓶。花瓶、これは違うなぁ。はい。机は欲しいの？机は惜しい線に行ってます。はい。タンス。タンス、これはうん、まあ、目の付けどころはいいですけど、違います。切りダンスとかじゃなくて、切りダンスも違います。うん。でも、すごくいい、いい、ものすごくいい線に行ってます。はい。そんな大きいの？そうね、じゃあ今のはちょっと大きいヒントになるんだけど、小さいものではないです。大きい。大きい、まあ、大きいっちゃ大きい。じゃあ、はい、じゃあもう一個大きいヒント出すよ。はい、まあ、これは、多分、皆さんのお家にも、多分絶対あると思います。絶対ある。絶対あると思う。というか逆にないうちの方が珍しいと思う。へぇー。これは、あると思いますよ。大体あると思う。はい。はい、どうぞ言ってください、どんどん。さっちゃん。鏡。鏡、これは、まあいい設定が違いますね。鏡ではないです。あ、まゆーちゃんが早かった。はい。水屋、なんだっけ。食器を入れる棚。食器を入れる棚、これは、はあ、まあ、相当いいです。おお相当いい。相当いいです。はい。はい。はい、稲穂ちゃん。はい。椅子。はい、椅子、これは、まあ、いい線いってるけど違いまーす。はい、まゆちゃん。冷蔵庫、これは、正解でーす。すごーい、すごい。まゆちゃん、なかなか最近だ。すごい、すごい、すごいね。当てましたもんね。そう、冷蔵庫が正解です。あと、その部屋に冷蔵庫はなかったんですよ。そうで、ひとりさんがその部屋に冷蔵庫をプレゼントしたら、そこがひとりさんがプレゼントした後が特別室と呼ばれるようになりました、はい、というお話でした。素晴らしいです。じゃあ、万歳いきまーす。せーの。万歳、万歳、万歳、よっしゃー。素晴らしい。みんなありがとうね。いい答えだったよ。みんなね、ありがとうございます。あ、なんかメッセージくれてる人いるのかな、はい、うん。あ、ありがとう。ああ、たまちゃんね、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。はい。はい。ということで、今日のひとりさんクイズでした。ありがとうございます。はい。じゃあ、ここからね、皆さんのね、感想、質問と。ああ、そう。大丈夫ですか、あ、はい。そう。いい質問。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあここからおーちゃんとエビリンのね、はい、商品紹介コーナー、はい、商品紹介コーナー、お願いします。感謝してます。お願いします。はい、はい、じゃあタイマー、はい、お願いします。はい、よーいスタート。おーちゃんでーす。エビリンでーす。感謝してます。今日も商品紹介コーナー、はい、お願いします。はい、本日のご紹介は、本日はハリピン、ハリピンクリームをご紹介します。ありがとうございます。ハリ、ハリピンツヤクリーム、はい、まあお顔に、あと体にも活躍できる、もう大活躍できるクリームになります、ね、ご家族でお子様からお年寄りの方まで、もうみんなで使えるクリームです。で、成分としてはヒアルロン酸ナトリウム、加水分解コラーゲン、まあ保湿成分の、まあ加水分解コラーゲン、保湿成分を配合していて、お肌に潤いを与えてキメを整えてくれます、はい、なのでお肌の乾燥を防いでお肌を優しく保護してくれるクリームになります。素晴らしい。はい、で
なので、まあ、ツヤですよね。ツヤ、ツヤ、ツヤというと、エミリさん、ツヤの、ツヤで、ツヤで、ツヤで、いただいてもよろしいですか。はい、エミリリサーチで。はい、エミリリサーチ。ツヤで振らせてもらいます。はい。はい、では、ハリピンツヤクリームの、何ですかね、はい、言わせていただくと、すぐに、結構何ですかね、伸びるんですよ。すぐに濡れて、簡単で豊かな感じ。で、パッと、第一印象はお顔を見て決まりますので、綺麗でいることは神様が喜ぶし、はい、自分が喜びます。素晴らしい。ありがとうございます。そして服装の方ですね、貧相と服装ってあるんですけど、うん、服の神の服装です。うん、服装の人の特徴、うん、幸せな人、はい、輝いてる人、はい、透明感があって綺麗な人、はい、それにハリピンツアークリームぴったりです。で、髪の毛のツヤは天の籠、うんうんうん、お顔のツヤは世間の籠、はいはいはい、靴のツヤはその艶は、ご先祖様じゃないですか。はい、ご先祖様の方を生まれますので、艶は開運への近道。素晴らしい。はい、ますます運勢上げ上げになっていきましょう。素晴らしい。ありがとうございます。はい。はい、こんな感じです。ありがとうございます。はい、では、まず一つ、体験談を、体験談をご紹介します。はい。夫婦50代で愛用中のお客様の体験談です。入浴後、うん、化粧水をつけてから塗ると、うん、すぐピーンと張るような感覚、うん、顔の色ムラがなくなって、うん、白くなったような気がしました、うん、で朝起きて鏡を見ると、顔がすごく引き締まっていて薄化粧をしているようにお肌が綺麗に、お化粧のノリも良く、仕上がりも綺麗でした。素晴らしい。夜まで化粧崩れもしにくく、一度使って大好きになりました。大好きになった。そしてですね、そして主人も朝の洗面所で、今日はヒゲが剃りやすいぞーと何回も言っていました。何回も相当良かったんでしょうね。そっか。夫婦でお気に入りのクリームになりましたという体験です。マジーありがとうございます。こちらもお値段、はい、お値段は今ですね、税込み5,500円になります。安い。ありがとうございます。はい。はい。使いたい。使いたい。達也部長とかどういうふうな使い方されますか？どういうふうな、はい、普通にダーって塗るだけ。わかりやすい。わかりやすい。ありがとうございます。はい、この間、体験談でもありましたけどね、はい、唇に塗ったりとか。ああ、ね、ね、はい、エミリーも、ね、プルプルになるので、はい、簡単です。万能クリーム。そうね。万能ですね。万能です。うん、はい。それだけ使いやすいってことですよね。そうだね。塗っても大丈夫っていう。いや、大丈夫です。いらず。いらず。はい。もうダーッと塗って。みんな説明しようと上手すごいですね。わかりますね。マルカの商品取り扱ってるみたいな。もしかして、もしかして、もしかして。取り扱ってる。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、感謝してまーす。はい、ということで、絶好調、絶好調万歳。はい、絶好調いきまーす。せーの、絶好調ありがとうございます。はい、感謝してます。はい、ありがとうございます。感謝してます。はい。はい。はい、じゃあ皆さんね。あ、ごめん、座った。はい。口の前にクリーム。口の周りクリーム。お塩ですよ、塩。あ、よかった。あ、白くなったから、口の周りだけ白くなったから、うちはお塩。いや、わざと塗ってんの。いや、もう、直前にお塩パクって。な、お塩パクって、ほんと、うちのその熱中症対策で。熱中症。いいこと聞いたら、ありがとうありがとうございます。ありがとうございます。うちも優しいで、ありがとう。ありがとうございます。お塩と思って。大丈夫ですよ。よだれじゃないよ。よだれじゃなくてよかった。いや、結構ありますんで、ありがとうね。はい。じゃあ、ここからで皆さんのね、感想と質問にしたいと思いますが、はい、何かございますか、皆さんの方で。はい、あ、大丈夫です。はい、愛子さん、お願いします。はい。では、はい。じゃあ、用意してください。よーい、スタート。はい。初めて会った方で、たまたまひとりさんの大ファンで、YouTube すごい毎日見てるっていう方だったんですね。その方に、達也部長の、だんだん良くなる未来は明るい、このお話をして、21日間これやると、子ども師範の、差し上げますってお話をしましたら、やり始めてくれたんです。それで、体験談を送ってくださいました。はい。はい、
お久しぶりです。うん、今日で、10日間達成しました、うんうん。昨日は大好きなグループのライブチケット3日間分全部買えました。おそれから、旧札の諭吉さんの1万円札で、9999のゾロ目の新札が来てくれました。はい、嬉しかったです。ということです。素晴らしい。まだ10日間なのに、うん、こんな、早くも。ああ、いいことがね。起こってるので、21日達成するのが楽しみだった。素晴らしい。以上です。はーい。はーい。おめでとうございます。1分6秒、万歳いきまーす。せーの。万歳万歳万歳よっしゃー。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、続きまして、たまちゃん。参加してます。ます、すいません、先ほどありがとうございました。ちょっと声出せない場所で。いや、ありがとう。はい、うん、はい、すいません、ちょっとうるさいとこなんですけど大丈夫ですか？全然聞こえる、大丈夫だよ。はい、あ、達也部長、一日違いのお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。本当に、今回すいません、8月の3日という日に講演会の日にいただきまして本当にありがとうございます。うん、はい、あと、いっぱいコメントいただいたりとかしてとても幸せでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、感謝してます。ありがとう。はい、よかった。ありがとうございます。お礼を言いたかったのね。はい、うん、そうなんです。あとなんか、けいちゃん、面白いのありがとうございます。見ました、さっき。あ、あれあれ、ね、ありがとうございます。同じような感じで。ありがとうございます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 。感謝してます。じゃあ、万歳いきまーす。せーの。万歳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 ありがとうございます。ありがとうございます。誰もいなかったら。うん。はい。今んとこ手あげてる誰か。今いないね。はい。じゃあ、ふちゃけちゃん。はい。私もお礼？お礼。お礼というか、はい、測った方がいいかな。あ、うん、じゃあ、一応測りましょうか。はい。はい。はい、うん、はい。じゃあ、よーい、スタート。感謝してます。感謝します。ちょっと、お礼というか、うん、一部の方に劇文をお願いしてて、うんうん、まあ、その内容がですね、私今技能講習、赤坂の方まで行ってて、フラワーアレンジメントなんですけど、まあ、みんなその、まあ、30人ちょっといて、うん、で、やっぱり何人かちょこちょこそのお花関連のところに就職が決まりつつあって、で、私はなんか私の中で、まあ、これをやりきってから考えようっていうのがあって、うんうんうん、でもなんか着々とみんな内定をもらうからちょっと焦りがあって、うんうん、で、まあ、電車乗ってて、うん、そうだよね、土日だけでもなんかグループホームの宿直とか夜勤した方がいいのかなって、うん、でもなって見始めたら、うん、なんかこうもう見入っちゃって、うん、まあ例えば自分は船堀だけど、うん、まあ葛飾とか葛西だと近いけど、まあバス乗ったら帰ってあれだよねってこうすごい見入っちゃって、うん、で赤坂着いて降りたんですよ、うん、そしたら大きいカバンそのまま置いてきちゃって、うん、その初めてだったんですよ、うん、頭が真っ白になってすぐに行きに行ったけど、うんうんうん、ちょっともうしょうがないですって言われて、うん、連絡くれることもできないし、こちらから定期的に問い合わせるしかないって言われて、で、幸いそのなんかこの貴重品をなんか2ヶ月ぐらい前に、うん、どうしてもいただいたし、あんまりこういうポシェットとかあんまり好きじゃないですけど、たまたまこういうのを2ヶ月前にかけ始めて、その時もホテルでなんとなく気になって、なんとなく欲しくなって、うん、あんまり好きじゃないのに、うん、おかげさまでここに貴重品が入ってて、うん、これは無事で、で、クラスのみんなもってなって、うん、まあ、忘れ物センター電話してくれたりとかして、うん、もう自分のように思ってくれて、うん、で結局次の日、うん、どうも分かったのが、うん、小田原まで行ってたみたいな、自分の幅が荷物だけが、そう、うん、電車に乗って、うん、でもまあ結局見つかって、うん、援軍どうもありがとうございます。よかった、よかった、よかった、結果的によかったね。そう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 、素晴らしいです。はい、いや、よかった。でも貴重品持っててよかったね。そう、もうこれがなんか徳島のね、泊まってたホテルで、あんまりすぐ買わないんですけど、だいたい絶対比較して、うんうんうん、でもなんかその場ですぐ買っちゃって、この色がすごい徳島の海にそっくりで、なんか民芸品だったの、うん、なんかこれ藍染め、藍染めのやつだよね。なんかどうも気になって、よかったね。またこれも前もっての神様のお知らせだった。逆に考えれない。うん、で、だからうまいことなんていうかな、まあ、神様から今ちゃんと集中しなさいって言われてる気がして、だって大事なものは
ね、うん、大丈夫だったし、結局帰ってきてるし、うん、はい、以上です。はい、ありがとうございます。はい、はい、万歳いきます。せーの、万歳万歳万歳、よっしゃー、嬉です、ありがとうございます。はい、はい、皆さんので何かございますか、はい、なんか誰か手挙げてる、大丈夫、あ、いらっしゃらなければ、はい、うん、はい、昨日、はい、はい、ちょうど、チートマ教えていただいたのですよ、久しぶりに、はいはい、自分で作ったの初めてだったんですよ、おーおー、めちゃめちゃ美味しかった、早速チーはやったの、すごい美味しかった、めちゃ美味しかったんですよ、ちょうど残ってたご飯があったんで、うん、そのご飯を、トマトジュース入れて、パックのストロー付きの、まあ半分よりちょっと多く、うん、大体、うん、まあ多めに、ちょっとひたひたになるぐらいね、ひたひたになって、はいはい、大白入れて、大白入れて、海の精子を、海の塩、塩入れて、はい、入れて、うん、でご飯冷えてたんでちょっと先に温めたじゃん、ご飯だけで、チーズを入れるときに、うん、まあちょっと秒数を小分けに測りながら、うん、小分けに測りながらやるで、パクッと食べたら、いやめっちゃやばいんだよ、毎日食べても、いや毎日食べてもいいよ、はいはいはい、いやすごい、やばいじゃん、いやなんかね、昨日言って、はい、誰か今日ね、はい、それ作って食べましたって体験なんか出ないけど、はい、まさかの、偉い偉い、めちゃめちゃ美味しい、ひとりさんレシピのね、はい、はい、本当に、ね、細かいところは合ってるか分かんないんですけど、なんとなく、そう、俺目分量だよ、あ、目分量、気が楽になる、いやでもめっちゃ美味しかった、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しかった、はい、いやなんかね、はい、イタリアンリゾット、はい、本当に、いや絶対うまいよ、まだね、ひとりさんの味付けってね、はい、シンプルだけどすごいうまい、すっごいうまい、すごいうまい、本当めっちゃうまいよ、本当に、本当いくらでも食べれる、すごいうまい、いくらでもって毎日食べてもいいよね、毎日食べてもいい、夏なんか特に、はい、はい、あれはね、トマトジュースが嫌いな人でもね、はい、食べれると思う。うん、ちょっと別物だよね、別物です、ね、別物、うんうん、でも結構食欲ない人多いからさあ、食べ、食べやすいよね、はい、うん、はい、食感も、はい、そうなのよ、だからね、いいことね、すごい昨日のお時間、あ、嬉しい、すごい、いいお時間、ありがとうございます、カニボコタンなんかおーちゃんもカニカマやったみたいな、あ、カニカマやったの、はい、おーちゃんも、はい、越前ガニやった、どうだ、美味しかった、めちゃくちゃ美味しかった素晴らしい、素晴らしい、やっぱお酢で食べたら美味しいよね。いやー、ということで皆さんもトマチーとかカニボコとかね、なんかあれからひとりさんレシピを、あ、どんなのあったかなって思い出したら、キムチにクエン酸入れたキムチが、キムチの行あったり、はい、うん、ホットプレートでフランスパンをこう切ってって、うんうんうん、でお塩かけてこう、うん、フランス料理ってメニューしたとか、あとナスを焼いていただいたり、こう一品一品人参を焼いて、ホットプレートで、はいはいはい、ホットプレートでやってくれたよね、ひとりさんが順番に焼いてって、でお塩を最後振っていただくんですけども、その瞬間なんかシーンと沈まれて、ひとりさんの所作がもう綺麗で、なんかこう塩パラーってパラー、それが絶妙で、いや、達也部長のおかげさまでなんかいろんな思い出しちゃう、ありがとうございます、いいでひとりさんレシピで、なんかの方にあった気がするんですけど、ちょっとまだ見つけられてないんですけど、なんかね、うん、皆さんもね、うん、こうできたかな、そうだね、でも簡単なやつだったらね、すぐできる、でもトマチはもうすぐトマチは最高だ、もううちは絶賛でしょ、いや俺本当にめちゃ甘くて、本当出張行ってもね、はいはい、普通ほら出張行ったらさ、はい、例えばどっかその、はい、あ、場所でしか食えないものとか結構あって、はい、そういうの食べるんですかって、はい、俺はわざとトマチを持って向こうでスーパーで大白とか見つけて、はい、それでトマチを、はい、そう、あの100均で耐熱容器を買ってきてですね、はいはい、そうで電子レンジは大体ほらホテルにあるから、はい、それ夜ご飯はトマチとかにしてますよ、そう、そう、それをつまみにお酒を飲む、最高ですね、最高、幸せです、幸せですよ、安いし、安いし、本当、本当安いじゃん、安いよ、もう、でもしご飯なんか余ってたらね、絶対それでやった方がいいと思うし、いいよ、今日友達行けるって、おお、今日ご飯じゃんみたいな。なんかお酒が出てたんですけど、なんかお酒に水流さん。うん、
さんもちょっと入れると、うん、あ、あ水流割りね、めっちゃ美味しい、水流割りうまいでね、悪酔いしない、レンチ入れなくても大丈夫、ね、コーヒーでも美味しい、何入れても美味しくなる、すっごい美味しい、少しでも、少しでも大丈夫しなくて、全部だとちょっとなんかどうなのかなとか思って、そう、あと俺なんかね、まあそう水流もすごく良くて、あとね、俺焼酎を炭酸で割るのが結構好きなんだけど、あれにちょっとお酢入れるんですよ、お酢、そうすると、はい、まあ俺は個人的に大好き、そう、お酢ちょこっと、そうちょこっと、はい、ちょこっと入れるとちょっと酸っぱみが出て、結構なんか焼酎と炭酸とお酢、お酢入れすぎちゃうとちょっとでかくてなっちゃうからあんま入れすぎないで飲むと結構夏はねうまいね、まあ皆さんも参考になればぜひ、ありがとうございます、稲穂ちゃん、稲穂ちゃん、はい、ごめんなさいね、俺はベルやばい、感謝してます、感謝してます、感想、うん、あ、感謝してます。私もトマチ今食べ終わりました。うん、あ、今食べたの。すごい簡単にできるし、うんうんうん、お腹いっぱいで満足してます。うん、ありがとうございます。トマチ早速作ってくれたので、ね、よかった。ありがとうございます。みんなにも教えてあげてね。うん、はい、ありがとうございます。はい、はい、皆さんので、ね、あ、ジュンジュンさん、あ、昨日もありがとうございました。感謝してます。昨日ありがとう。昨日はありがとうございました。はい。じゃあ感想と質問で。感想と質問です、ね、ぜひ、じゃあ、まず用意スタートね。はい。OK、はい、かな、あ、いいですか、はい、スタートごめん。うん。はい。感想なんですけど、はい。おととい、達也部長に質問したときに、うん、はい。自分だったらどう思うかっていうのを教えてもらって、うん、はい、その時に自分がいちいち気にしなくてもいいんじゃないっていう答えをするって言って、うんうんうん、それを自分で聞いて、うん、今までいろいろ思ってたことが全部そうだって、うん、思えた、なんかいち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 ああだこうだ思わないで楽しくしてればいいんだってことが急にバーってこう広がって分かりました。素晴らしい、素晴らしい、でそこからの質問なんですけど、そこからの質問なんですけど、はい、何回考えても分かんないことがあって、はい、私例えば特に親しい人とかと本音で話したいっていう気持ちがあって、うん、例えばこれがまずかったらまずいねとか、うん、この本はつまんなかったらつまんなかったねとか話したいんだけど、それって、うん、天国言葉にならないから、うん、どうなんでしょうか。そっか、要は仲いい人となんかこの本あんまり面白くなかったねとか、なんかあんまり美味しくないものを食べた時にこれちょっとあんまりどうかなっていうのが、まあ順々の中では天国言葉じゃなくなっちゃうから、なんかちょっと言っちゃダメなのかなって思っちゃうってことでしょ、うん、そう、それを本当は言いたい、好きなように言いたいんです、うん、言っていいよ。だって別に地獄言葉ってわけでもないじゃん、別になんか例えば言葉でいや美味しくないっていうのがナッツ言えなかったら、まあナッツこれちょっと美味しいの反対だねとか言ったりさ、ちょっとこれあんまり面白くないってそのまま言うんじゃなくて、ちょっとこれは面白いの反対だねとか。まあどうしてもね、言うのが抵抗あるのとそういう言い方もあるんじゃない、うん、そうですね、うん、まあ楽しい、も別にそれを言っちゃいけないってことはないと思うよ、うん、別に仲いい友達だったら何でもね、何でも言っていいんじゃないかな、うん、別にだって愚痴ってるわけでもないしね、うん、泣き言でも悪口でもないじゃん、うんうんうん、あ、そうかも、そうだよ、大丈夫大丈夫よ、心配し、はい、うん、以上です、ありがとう、ありがとうございます。あとかまぼこやりました。あ、やった、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい、もうね、あれなんか、はい、もう本物のカニよりうまい、はい、まあ本物のカニは上品であれであれはうまいけど、はいはい、まあ我々はねやっぱカニぼこが、はいはい、お酢も濃いしね、はいはい
いや嬉しいです、ありがとうございま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 す。では万歳いきます、せーの、万歳万歳万歳、よっしゃ、素晴らしい、順次もいつもありがとう、ありがとうございます、感謝します。はい、ではまゆちゃん、はい、感謝してます、感謝してます、うん、あ、明日感想、あ、体験だ、体験だ、はい、じゃあ用意スタートいくよ、はい、用意スタート、はい、感謝してます。マルカンのお店水俣店、あがたまゆみです。はい、水素とひとりさん構想の体験なんです。昨日熊本すごく雨が降ってて、あ、そうなんだ、お天気痛っていうかちょっと偏頭痛持ってるから、うん、天気が悪い時よ、やっぱり頭がちょっと重たくなるんですね。そうだよね。で、痛み止めに前はずっと頼ってたんだけど、うん、痛み止めを飲むと、飲んでもいいんだけど、あとがちょっとしんどくなることが多くて、まあ、ね、そうだろうね、うんうん、で肝臓さんと腎臓さんに代謝がこう負担かけちゃうから、うん、どうしようかなって思ってた時に、うん、水素とひとりさん酵素を合わせて飲んでみようって思って、うんうん、頭がちょっと今から痛くなりそうだなって思った時に、うん、水素と酵素をひとりさん酵素合わせて飲んだら、うん、痛み止めに頼らずに済みました。うん、おお、ありがとう。よかったね。うん、よくないんだけど、うんうん、天気悪い時はもう昨日、うんもううん、出れなくって、うん、話できなかった、うん、まあさんのあのヌード劇場に、うん、クリアし第一劇場な。うん話が入りたかったんだけど、あ、入りたかった、そういうそれどころじゃなかった、うん、そういうところじゃなかったんですだけど、うん、痛み止めを飲まずに済んだかな、よかった、あ、よかったね、痛み止め飲まなくて済んだだけでもね、うんうんうん、すごい大きい前進だよね、うん、ありがとう、人の酵素だとうちのこれもよく飲んでくれるので、うん、そっか、うん、はい、うん、以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。1分45秒、万歳いきまーす。せーの、万歳、万歳、万歳、よっしゃー。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、ね、いてててて。はい、どう、浅井先生。浅井先生。はい、感謝してまーす。浅井先生、なんかいろいろありがとうね、会場なんか見つけてくれたみたいで、すいません、天気悪いの、ありがとうございます、はい、感謝してます、達也部長誕生日おめでとうございます、嬉しいです、ありがとうございます、はい、まあ、体験談というか感想というか、あ、ぜひじゃあというか、はいはい、じゃあ用意、はい、用意、あ、はい、東京ひまわり健康クラブの永田浅治こと浅ちゃんです、はい、はい、そうですね、先だってあのね、達也部長の、まあ、ちょっと時間経ってますけど、9月に近いか、先だって6月か、6月だね、ね、うん、講演会、コーネーディしていただきまして、で、その時にあの参加されたあの、ちょっとご年配のお姉様が先日いらっしゃって、はい、おお、嬉しいね、うん、で、あせ、あの、達也部長の講演会に参加された、お姉様がね、いらし、ご来店くださって、あのまあ、いつも、まあ、あの水素をね、リピーターで何回も買っていただいてるんですけども、まあ、その時あのちょっと小話をしまして、はい、立ち話ですけども、はい、まあ、その方は、まあ、まあ、昭和のお母さんみたいな方で、昭和のお母さん、非常に、まあ、厳粛な方なんでね、で、まあ、その厳粛な方が達也部長の講演会にどうかなと思ってたんですけども、まあ、行かれて、でその非常に、楽しかったと、あ、嬉しい、もう笑いがいっぱいあって、うん、嬉しい、かなり笑い焦げたと、あ、そう、よかったと考えたら、そのこのお話はただただ笑いだけでやってるわけじゃなあるまいと思って考えたら、うん、まあ、一つのお話の中に、うん、ためになることが必ず入ってるというんですね。達也部長のお話の一つ一つにためになることが入ってると。入ってる、うん、まあ、それに気がついて非常に感心して、うん、まあ、素晴らしい講演会だったということなんですけれども。嬉しいです。はい、まあ、私もほら、まあ、お客様とかお仲間さんと、まあ、毎日のようにいろいろやり取りしたりお話ししたりしてますけれども、はい、その、まあ、達也部長に質問というのは、そのお話の中に、その笑いの中に、ちょこっとでもいい話を入れるコツみたいなものをね、
あれば、ね、聞いてほしいなと。さりげなくこういい話を笑いながらハッハッと言いながらバカ話やね、エッチな話をしながら、その中にもあの人のハートをグッとこう掴むような小話を入れるコツみたいなところを教えて伝授していただければぜひ私も使いたいなと思って。いや別にです、ありがとう。あ、最後質問のまま渡る。ありがとうございます。これはですね、ひとりさんとみっちゃん先生の本にも出てるけど、バカズですかね。ああバカズで、でも俺はいつもひとりさんに言われてるのは、うん、あの本当にこれだけは、まあ、いつもね講演会でも言ってますけど、あの楽しくだぞしか言われてないんですよ。だからなんか俺の中、まあなんていうかな、あの例えばいい話しようとかちゃんとお話しなきゃって思うと、多分いい話の方が多分なんと目立って話せると思うんだけど、多分楽しい講演会ではなくなっちゃうと思うのね。でもあのやっぱ俺の中でも重要なのはやっぱ楽しいって思ってるから、まあその楽しいを本当に押し出していって、で楽しくってちょっとだけで、ちょっとだけダメだ。だから朝日先生も楽しくってちょびっとだけダメになるっていつも思ってればいいんじゃないかな。なるほどね。はい、そうそうそう。だから隠し味みたいなもんですか。それとも最初からそれを意図して、うん、オブラートにくるむようにしてこう楽しい話をして、最初からこのいい話を入れて、うん、あの楽しい話を丸めてるっていうか。っていうか、でもそもそもひとりさんが教えてくれる話はすごいいい話なんで、だそれをなんかやっぱ楽しく伝えられたらいいなってそう思ってるから、だからその話すときにいい話をしようってのは正直俺の中であんまりない。そもそもひとりさんがくれた話の材料自体がもういい話なんで、ただそれを俺は楽しく伝えたいっていう思いだけはあります。だからなんか変にいじくり回さないで、ひとりさんが教えてくれた話自体がもういい話だから、それをなんかすごく楽しく伝えられたらいいなっていうのは思ってるから、だからまあ聞いた人たちもみんななんかそこで感じてくれるもんがあるのかなと思って、だ本当に楽しく話そうとしか思ってないです。あんまりなんかね、いい話ができちゃった時は逆にすごい真剣に反省する。今日はいい話すぎたなみたいな。反省しなければみたいな。でもやっぱり人は楽しいところにあの集まるんじゃないか。人では昔から教えてくれるけどね、やっぱりなんか楽しいっていうところって人ってやっぱ集まってくると思うのね。だからそれは心がけてるから、常に楽しくしようっていうことだけは、ひとりさんもなんかいつも送り出し、まあ今日もね、ちょっとひとりさんが、あの、今週ね、どこって聞いてくれるから、今週はね、あの、週末は広島と奈良なんだけど、あの、ひとりさんって絶対楽しくやってこいよしか言わないのよ。でもその楽しくやってこいように全部含まれてるから、もう本当に俺は講演会がみんななんか来て楽しかったとか面白かったって言って帰ってくれるのが一番の褒め言葉だと思ってるのね。そう、だから特に、あの、その中に何かをスパイス聞かせようとか、なんかそのいい話をなんかなんつうか、どうこうとかっていう感じじゃなくて、もうとにかく楽しく伝えようしか思ってない。なるほどね。はい、そうなんですよ。素晴らしい。いやー、ありがたい話です。やはりあれですね、あの皆さんの話を聞いてると、やっぱアッポーの話がね、結構皆さん、うん、あの新鮮で良かったっていう話が聞きましたね。やっぱアッポーとかね、言っちゃいけないのかなと思いながらも言いたい思いがあって、まあ、自分の中のその思いをこうぶつけるには本当に素晴らしいっていうか、まあ本当にこうなんていうかな、トゲのない。そうね、うん、自分のね、あれ思いを遂げられるアホは最高ですね。いいよね、アホ。いや、その亜生先生が言ってくれたみたいに、実はアホもね、俺なんか今年初めからひとりさんに聞いて、もう結構何十回も話してるじゃないですか。うん、だから、ちょっとあるところで、一回そのアホをやめてみて、違うのに、いい加減みんなもう飽きたんじゃないかなと思って、はい、アホをちょっとね、うん、お休みしてみようと思って、はい、アホをやらないまま、今日は終わりですってやったわけ。そしたら、はい、お客さんの方が手が上がって、うん、今日はアッコーなの。だから、あれ YouTube で見てる人が、実際ここでなんか、自分たちも参加して、で、実際にあのアッコーを俺からなんか一緒にやりたいみたいな感じで来てくれるみたいな。リアルで。リアルで。だから、みんななんか動画で見てると、うん、なんかあれをリアルで聞きたいから来ましたみたいな人も結構いて、あと、それがなんか何回か続いたんだ。だから、はいはい、あれ今日なんかアッコー、やんないんですかとか。あ、これ必要な話なんだと思って。そう、でも、朝井先生が今言ってくれたみたいに、アッコーはね、すごい、本当にあの話を逆にしてくださいって
言われるぐらい人気がありますね、本当に。いや、嬉しい。はい。そう。で、アホは、じゃあちなみに、じゃあこれはせっかくなんで、ね、この質問があったんで、いいお話なんだけど、いや、ひとりさんが前教えてくれたんだけどね、なんつう、ちょっと言い方おかしいけど、関東地方ってさ、はい、なんつう、バカっていうじゃん。人のことをバカにするっていうか、まあ関東地方はよくバカって使うじゃないですか。でも関西ってアホっていうよね。だから、バカよりアホの方がちょっと柔らかいじゃないですか。ね、で、じゃあ、アッホーになると、実はもうアッホーっていうのは、バカでもアホでもなくても、実は愛の言葉なんだ。だから、アッホーって伸ばしてるから、あれみんな言っただけでなんか楽しくなっちゃうし、なんかね、すごいスッキリするじゃないですか。だから、アッホーは、実は、バカでもアホでもなくても、アッホーってなった時点で愛の言葉なんですよ。なんて。そう、そうなんですよ。ね、うちこちゃんのアッホーあれいいよね。あ、おかげさまで。ズームでやらして。ズームでやらして。切り取ってほしいぐらい、ね、そうだからアッホーは本当に安井先生もね、それ今の話教えてあげてくださいよ、うんうん、アッホーだとバカってよく言うけど、うん、関西だとアッホーで、アッホーの方がちょっと柔らかくなって、なんかアッホーの方がなんとなくね、うんうん、聞いてても、うん、そこまでなんかバカよりはちょっと、ね、きつい感じではないじゃないですか、はい、でもアッホーになると全く別なんか面白くなった。だってアッホーだな。一気にアッホーって伸ばしただけで、もうバカでもアホでもない、もう全く別もないの言葉です。そう、だからこれはね、教えてもらったんで、皆さんも教えてあげてください、このアッホー。はい、ありがとうございます。とみんなね、軽く言えると思うよ。ありがとうございます。私も大阪生まれ、大阪育ちの、そうなんだ。全然大阪関西弁ないね。まあいろいろアレンジしてますんで。どういうアレンジ。で、今も関西弁喋れんの。喋れますよ。なんか済ました関東の人って感じしか見えへんけど。ねえ、あ、そっか、ケイちゃんも。ああ、そっか。いや、東大阪の出身でございます。バリバリそうなんだ。すごい。全く知りませんでした。それは我々も初めて知りましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。あとやっぱり、YouTube で聞くよりも、達也部長と生で会って、本当に感動したって人が2人いましたね。そうなんだ。やっぱりリアルの方がいいって。うん、それは嬉しい。だから YouTube じゃいつも聞いてくれてるけど、まあ見てるからこそ逆にこう会いに来てくれたって感じなのかな。そういうことですね。そういう方がいましたね。嬉しいです。それは、あ、浅井先生、動画も上げたんだけどさ、なんかどういうわけか浅井先生のところで撮ったやつがね、30分ぐらいしか撮れてなかったのね。そう、大丈夫、上げましたけど、途中で物理切れてます。またよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。で、また行きますからね。ありがとうございます。で、いろいろありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、万歳行きます、はい、せーの、万歳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 、よっしゃ、素晴らしいです。いいお話ありがとうございます。もし誰もいなかったら、はいはい、ぜひ、もうすぐ済むので、はい、素敵な、またお写真を、はい、素敵なお写真、うん、しまして、ユミ主任がですね、今日YouTube でチャンネル持っていらっしゃるんですけど、うん、そこで、うん、今噂のあれをですね、試してらして、あれ、とても分かりやすいお写真なんですけど、うん、いいですか。こんな感じです。え、うん、これです。上が塩、オセレブのあれかな、あ、パック、ながらパックの、うん、ピンってなってるから、あ、見える、塩全、おお、でも顔ちっちゃくなってるね。なんかこうした方がいい。あ、こうした方がいい。それ、使用前、使用後。ちょっと顔上がってません？上がってるよ、上がってるよ。色が白くなって、ちょっとキュッと小顔になってますね。以上です。ありがとうございます。で、それでおまけ、これがユミ主任の素敵な一面ですね。あー、じゃあこれをやりながら、こう。これ、道中多分、実演を。実演で、これなんか沖縄のトシちゃん先生を思い出しましたね。トシちゃん先生、まあ、メイクでな。似てません？うん。そっか。ちなみにそのつながり、としみちゃん、今、こういう YouTube されてます。皆さんよかったらインスタフォロー。ね、としみちゃんもね、ありがとう。はい、こういうふうになんか、読谷村のなんかお菓子ミュージアムね、頑張ってるね、うん、そっか、皆さん応援してあげてください、うん、ありがとうございます。じゃあ我々もオーセレブなながらパックが来たらね、はいはい、このパックをしながら、ああいいですね、そういいですね、なんなら王ちゃんに俺だっていうことにしてここで、実はいいかも、ビフォーアフター。ありがとうございます、ありがとうございます。ふみかさん
さんとか、あ、リンちゃんもすごくいい、はい、ラインを、はい、動画ね、はい、はい、みんなも参考にしてください、この YouTube の、概要欄にもまた載せさせていただきます、うん、楽しみですね、はい、ですね、来週も来週来週お誕生日、お誕生日23日来るっすよね、あ、そうか、じゃあ再来週ですね、はい、ね、楽しみですよね、ありがとうございます、ありがとうございます、バンザイ行きます、せーの、バンザイバンザイバンザイ、よっしゃー、はい、はい、ありがとうございます。あ、ちなみに、さっきのほら、ひとりさんとみっちゃん先生の協調、はい、一般発売今日ですよね。今日ですね。はい、だから、もしアマゾンとか、はい、Kindle で、撮りたい人は、多分今日から撮れますが、俺もなんかね、Kindle で撮ろうと思ってるんで、はい、Kindle とか電子書籍でね、撮りたい人は今日から発売だそうなんでね、はい、ぜひお買い上げになってください。はい、ありがとうございます。アマゾンはひとりさんのブログからも、ああ、そうね。うちが入れてくれてるんで、はいはい、もし本がね、ちゃんと欲しい人は、ひとりさんブログからちゃんと買えるようになってますよ、はいはい、そっちからも買えますよってことでね。はい、はい、ありがとうございまーす。はい。今読んでますけど、すごいいい本。うん、いい本だよね。爆発の話だもんね。はい、ね、そうだよね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ皆さん、なんかあるかな？大丈夫？大丈夫かな？はい、じゃあなければね、そろそろお開きしましょうか。はい、ということで、じゃあ今日はこの辺でお開きしたいと思います。はいはい、今日もいつもあれ、ね、どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さんまた来週ですね。はいはい、私は週末から広島と、はいはい、奈良県だけど、まあ、京都と奈良の県境みたいなところなんで、木津川ってね。はい。一歩も歩ったら京都です。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ18日がね、木曜日、平日。あ、そっか、来週ね。はい。はい、国分寺。国分寺。はい。はい、ぜひ国分寺の方もね、はい、いらしてください。ありがとうございます。はい。はい。じゃあ、はい、感謝します。はい。3回言ってね。はい。じゃあ皆さん、せーので感謝します。マイク開ける人は開いてください。はい、いきますよ。せーの。感謝してまーす。感謝してまーす。感謝してまーす。はい、ありがとうございました。ということで、6時だよ全員集合以上となります。また来週、6時だよ全員集合お会いしましょう。ごきげんよう、5秒前。4、3、2、1、ふわふわ。感謝してまーす。ありがとうございます。